ナピックスとは CD r o m または DVD r o m から起動することが可能なデビアンベースの Linux Distribution ドイツのクラウスナッパーがデビアンパッケージを元に開発しているものがオリジナルとなる1枚の CD、DVD、USB メモリなどのリムーバブルメディアから起動できるライブ CD として利用することを基本としていることが特徴日本国内では 独立行政法人産業技術総合研究所によって日本語化をはじめとする日本の国情に合わせたローカライゼーションや様々な機能を追加したものが本家とは別途開発、配布されていた。当初は CD 版のみの提供だったが収録希望のアプリケーションの数が増えるに伴い CD r o m の容量では不足するため正式な同時リリース決定の前に2度ほど DVD イメージの販復も行われている。バージョン4.0で本家のクラウスナッパーが DVD ロム版と CD ロム版をほぼ同時に提供することを決定した。CD ロム版をライト、DVD ロム版をマキシと位置づけ、DVD 版ではさらに多くのアプリケーションが標準で利用可能となっている。4.0版は2005年6月22日にリニックスタグで配布された。 バージョン7.2で CD-ROM 版の提供を終了し、DVD-ROM 版に一本化された、ライブ CD としての利用が前提であるため、ハードディスクに OS をインストールする必要がなく、初期状態ではハードディスクに変更を加えずに、Linux を稼働させ、様々なコマンドやアプリケーションを使うことができる。これらの特性から、ハードディスクに障害が発生している場合に、仮のシステムとして起動させ、 ハードディスクの診断や他のメディアなどへのデータをサルベージするなどの作業にも使用可能である。また、パソコンに接続されたハードウェアを数多くサポートし自動的に認識する能力に優れていることも特徴の一つで、例えばユーザーはビデオカードの種類などを指定する必要がなく、直ちに GUI を利用可能となる。ネットワークについても DHCP 環境にあれば、 ランにつながっているだけで自動的に接続設定が行う。ネットワークにつながれば必要なファイルなどは HTTP、FTP などで保存できるためハードディスクなどがなくても困らない。基本的に 1CD、1DVD ブルータブルオペレーティングシステムであるが DVD アフィスなどのアプリケーションソフトが付属している。CD、DVD から起動するため デフォルトでは書き込みを行うことができるユーザーのホームディレクトリなどがラムディスク上に置かれておりパソコンの再起動やシャットダウンで保存したデータは消えてしまう。しかし、それらをフロッピーディスク、下半式のハードディスク、USB メモリなどに保存することもできる。そのため国外の旅行先でも CD-ROM から起動できるパソコンを借りることによって、時刻語環境のもとで簡単な仕事を行うこともできる。また、日本語版では、インストールに Win という Windows パソコンに Napix をインストールして、マルチブート環境を構築することによって、ハードディスクから Napix が起動できるようにする機能が搭載されている。ただしこの機能は、下で述べるインストール機能より、インストールされる、 OS の操作はライブクドの OS に近い。だが、下で述べている機能では、ナピックスではなく、デビアンがインストールされる。データの書き換えができない CD、DVD に起動に必要な要素がすべて格納されているため、起動中にどのような状態になっても再起動すれば元に戻るという特徴がある。この特徴を生かし、不特定多数がパソコンを共有する公共の場に、 置かれるキオスク端末や学校教育などでの使用が考えられている。そのため、日本語版では教育ソフトを収録したナピックス、エドやナピックス、マスが開発されている。また、最近 OS で流行している 3D デスクトップの搭載に対応するため、5.1から 3D デスクトップ環境ベリル、5.3、1からはその後継のコインズフュージョンが搭載された。 CD や DVD から起動できることが最大の特徴である Napix だがバージョンごとに新たな技術的試みが取り込まれていることも Napix の特徴となっている Napix3.81 からはユニオンフスというファイルシステムが採用されており本来書き込むことができないはずの CD-ROM に対し仮想的にファイルを書き込むことができるようになったこれにより 一時的にではあるが、それまで不可能だったパッケージの追加などが行えるようになった。ナピックス5.1からは安定性向上のため、ユニオンフスに代わり、ウフスが採用されている。ナピックスには各種エミュレーション用ソフトウェアが搭載されており、最もエミュレーターが利用しやすい OS の一つとなっている。県はナピックス上、もしくは Windows 上でナピックスを起動でき、 コーポラティブリナックスを Windows にインストールすることで Windows 上の一ウィンドウとして Napix が動作する。全と組み合わせた版である Zenapix では Napix 上でプラン Q やネットブスドが利用できる。Napix は CD、DVD から起動させるのが一般的であるが多彩な起動方法が選択できることも特徴の一つで CD、 DVD に格納されたイメージをハードディスクにインストールしてしまい、通常の Linux ディストリビューションのようにハードディスクから起動することも可能である。Napix 5.1以降には Napix を USB フラッシュメモリから起動させるためのスクリップと MacBootDev が追加されており、1GB の USB フラッシュメモリを使用すれば CD 版のすべての機能を利用することができるように、 なっている。また、公式対応以前にも USB フラッシュメモリ起動の試みは USB ナピックスなど各所で行われていた。その他、コンパクトフラッシュからの起動やサーバーを用意してネットワークからノッックスブート、また HTTP ポートを使用して必要なイメージをネットワークから取得して起動する方法も選択できるようになっている。バージョン6から LCAT と呼ばれる機能が追加された。これは、ライブ CD から起動する際に読み込まれるデータの配置を最適化することにより CD のピックアップの移動を抑えて起動時間を短縮する機能であるが、機能団体のプロジェクトも存在する。産業技術総合研究所による日本語版の開発、並びにハンプはすでに終了しており、7.02が最終版となっている。 プロジェクトの閉鎖に伴い2015年4月に公式サイトは閉鎖された。なお、2015年現在オリジナルのナピックスには日本語のロケールが追加されているため、初期状態はドイツ語版か英語版であることや、IME 等の積極的なサポートがないなど、設定を要するものの日本語での利用も可能になっている。ありがとうございます。